私が進むせのは、手取り用に走るパスになって、なすくるるびいだけ、おばあちゃんのとこで。嫌いだったはずのキャベツも、なすも、おばあちゃんが作ったものなら、硬くて美味しくて、好きだった。体の弱いお前も、ばあちゃんが作った野菜とご飯も、 食べていれば、きっと強くなるから。朝も昼も夜も嬉しそうに、料理してくれたね。立ち上がるたび、右手でいつも腰を支えながら。種をまいたら、愛情を注いで雨を受け止め。そしてまた愛してやれば、必ず実ると。 全ての命に感謝をするのね。さっさて笑ってご飯も食べようう。いくつの手が過ぎてたろう。おじいちゃん旅立った日から、いつも元気なはずのおばあちゃんも疲れたよね。地元の病院のベッドの上で、何度もない体と笑って、 私の心配ばかりして。車を運転できるようになって、昨日初めて一人で見慣れた橋の畑に行きました。雨の日風の日も一人守っていてくれたんだ。もう安心していいよ、今日から私に任せた。 家族を思い、命を育み、どんな時でも愛をくれたおばあちゃんのようになりたい。冷たい雨にも強い風にも、しなやかに揺れる稲穂の湯になりたい。 春の神社も温泉も行こう。ね、これからは私たちが井の守るから、楽しくやれるよ。みんなでやるんだ、美味しい御飯を作ってあげるよ。家族を思い、命を育み、どんな時でも おばあちゃんのようになりたい。冷たい雨。